やあ、せつなけいすきだよ。武器に願いをやっていきたいと思います。これでやったんかな。これやな。次は6日目か。よし、6日目ですけどね、皆さんに秘宝があります。この3本しかないです。鉱材がなければ何もできないの煽り食らっちゃいましたね。やっちまいましたよ。というわけで次の日はちょっと残念な感じになりますけど、見ていこう。なんか面白いんじゃないかな。なんか面白い。おお、テスコやって。ルールル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 、雷鳴剣で魔王攻撃薬草で回復しながら18のダメージ。なんか綺麗に語呂があったな。他になんか面白いもん。個室のやつボブやって。だからなんでみんな個室を持ちながらも戦うかね。ようわからん。他にはおにぎり丸、左脇をついたんやって。なんか脇とかつっくん多いんじゃないかな、なんか知らんけど。ヒューチャーってやつが今回姑息な遠距離手段、遠距離攻撃し始めたんやって。ああ、佐藤さんまで遠距離攻撃してる。佐藤さん。佐藤さんでたくさんおるよ、日本。どの佐藤さんかわからんよ。で、545のダメージ。多ないこれ。いつもの倍ぐらいあるんじゃん、これ。やったんじゃん、これ。結構いい感じで。わあ !1 万切ったよ。残り体力1万切ったで。いい感じ、いい感じ。やった。なのにかかわらず、売れるもんが、3種類しかないという。もうバスタードソード祭でもやっとこう、もう。バスタードソード祭じゃ、ちょっと。むしゃくしゃくしたけん、バスタードソード祭に切り替えてしまおう。一本だけ槍置いてある感じ。あ、でもバスタードソード買ってくれた。案外バスタードソードも売れるんじゃね。もしかしてだけど、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 バスタードソードって結構売れてるんじゃないの。ほら、バスタードソード結構食いついてきよるよ。意外意外。でもロングソードも一本入れてみる。今日は正直この3種類で攻めないかんわけやけん。あ、ロングソード。そっち行った。攻めないかんわけやけんね。売り上げそんなに伸びんと思うよな、残念なことに。いや、俺のミスがあるけんさ、俺のミスがさ。なんで気づかんかな。2日連続で属性好きの剣作るための石買わんかったし。鉱材がなければ何もできないとか言っておきながら鉱材買うん忘っとるし。ああ、もう踏んだり蹴ったりでこのことやん。お客来んやん。バスタードソードばっか並べとおけん。あの店、バスタードソード専門店なの？他の剣も売ってほしいのに、みたいになってる。ああ、もう来た来た。来たけど買えるんかい。おい、もう店主気が狂って入り口でこんなんなってるよ。店主もう気が狂ってますからね。こういう熱食系、熱食系、アーミの湿気みたいになってますからね。熱食系、熱食系、アーミの湿気です。あ、ごめん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 。ごめん、ちゃんと買ってくれようとしよう、人に。の邪魔しようんだよ、俺。熱食系、熱食系、アーミの湿気。こんな運動しなくても、これ一本。もうバスタードソード、まあ、売れるんよな、バスタードソードもちゃんとは。残り在庫がロングソードだけになってしまった。もうとりあえず売れることは、売れんことは覚悟しとかない関係。遊ぼう遊ぼう。隠れ身の術。はい、ごめん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 。はい、ごめん。はい、今日はちょっと品揃えは安い。ごめんごめんごめん。ロングソードばっか取るなよお前ら。ロングソードがそんなに好きか。バスタードソード来た。属性好きのやつ買っておけばよかった。作っておけばよかった。
ミスだね、完全にミスだね。あれさえあれば売り上げバンバン伸びよったのに、今日は赤字パターンかもしれんの。うん、てか今日やな、借金返さなあかんの。借りた分返さな、5000円ぐらい返さなあかんかったように。それなのにこんな感じでちょっとあかんな。ああ、多分最低記録だわ最高記録の後に最低記録らしき記録が出てしまったっていうね。ガクンってなったよ、グラフがガクンって。つらいいやー、さっきやっとこう、忘れる前に。いやー、ここちゃうわ、こうだい、ここちゃうな、よく見たらここじゃないわ。そうだ、依頼のやつどうなった。依頼状況確認。何これ、こんなん出るんじゃ。オリハルコンとか、引き受け人がギルドに来なかったため記録なしとか、新しい武器を買って気分は上々と感想でないかこんな新しい武器を買って気分は上々ってそんなん知らんわお前そんなん聞くなよ防衛省がしょっぱかった。俺に関係あるかそれそれ関係あるか俺にわあ、あんと完了済みが4つある。今日は違う依頼をこなしていたらしい。いや、それはわかるよどうでもいつか関係ないわっていう並べられとるし。ってことはだ、受け取る依頼料500円を払って、ウーツ鋼でいいんかな、ウーツ子、どっちわからん。とりあえず結構受け取れたわけだお前らサボっとんじゃんこいつはいいよ、別の仕事が先にあってんやけん、そっちするんじゃ普通やわな。でもこのこいつらなんかあれじゃね、言い訳してんじゃね特になんなん、特になんなんポーションがしょっぱかったって知らんわそういう味のやつ買っただけなんじゃん。ポーションに味とかあるんかな、わからん。あ、鉱材ここで買うんじゃん。忘っとった忘っとった、もう失敗はせんぞ、60個買っとくわ。大量購入じゃ。あと石もよ、石も。もう5個ずついっとこう。忘れんように5個ずつ買っとくわ、もう。そんでもってね。そうやな、そうやな、そうやな、そうやな。どうしようかな。依頼状況、いや、依頼状況ちゃう、依頼状況ちゃう。何やったね。新たに依頼するじゃ。徳川家康や。そうか、見つかったって言おったな。これか。なんか凄そうなの。日光東なんとかなんとかの奥に祀られている敵らしい存在はいない。しかし、心に問いかける念力は、男性で、ってかな。で、生きてきた者の精神を壊す。怖っ。人の一生は重荷を得てか、うん、分からんけど、遠き道を行くがごとし急ぐべからず。頑張ってきてもらおうそんなん知らんわいあー、授業のテンポのやつか、まだいよるこの人まだやらんちゅうに。あ、この人もなんか、攻撃力のことよ。あ、気になる、おっさん。ピノキオの次は何の話してくれんかな。愛とキリギリスとか、そのあたりかな。あ、続きか。シャルルはいつもおじいさんと一緒でした。人形を作っているとき、掃除をしているとき、ご飯を食べるとき、寝るときもそばにいました。おじいさんはシャルルが可愛くて仕方がありません。ただ、一つだけ困ったことがありました。なんだろう。シャルルが子供たちに乱暴するのです。シャルルシャルル喋れんけん、拳で語り合おうとしとる。シャルル赤いよ。喋れんけんって拳で語ろうとするなよ。シャルル
ついに子供たちはおじいさんに近寄らなくなってしまいました。おじいさんは悲しみました。乱暴はいけないと何度も注意しましたが、シャルルは言うことを聞きません。村の人もおじいさんを避けるようになりました。おじいさんは諦めずにシャルに心を解きました。何度も何度も語りかけました。しかし叶わないと悟り、絶望して自ら命を絶ってしまいました。シャルルが悪いのに喋れんからってこうして語りようとしよる。シャルルの方が悪いやろこれ。なんかおじいさんかわいそうなんか前回のパート俺さ、シャルルってつけたんは喋ってほしいけん、喋る喋るシャルルとか言うたけど、なんかそんなツッコミして寒いわおじいさんって言うたけど、なんかかわいそうなおじいさんだったんで、なんかちょっと俺反省しよう。おいお前、どんなに今度は、これ前聞いた。おっさん、今日は何の話を聞かせてくれるんだい？あれ？これ前でも聞いたような気がするな。ほら、クレームだろ。ポーション使ったら腹を壊したんだろ。何にじむ、お前らな。てかこのおじいさんさ、その話何日引きずっとんだな、お前。引きずりすぎだろ、お前。どうぞご自由にってきっぱり別れた割には結構引きずっとるな、お前。調査中、頑張って、お前には期待する。いらっしゃいませ。お前はそれ以外のことは喋れんのか？マニュアル通りにやってるのか、お前は。いらっしゃいませさえ言っていればお金がもらえるんか、お前。楽やんの。もうそんな甘はないぞ、もう、リアルはな。お前またその話しておる。別の話してくれ。あ、そうそう、お前だったな、確か。ほら、返済のやつな。あれ？寄るってことあれか。鍛冶屋に払えって言いに来るんか？どういうこと？お前に直接払うんじゃない？うん、終わりはいいんやけどさ、夜やけん、そういうことなんだろうかな。まあ待ってみようかな。こいつの言うことが全然理解できない。そしてまたおるわ、お前。折原君は間に合ってる。てか、そういうことやめなさい。てか、密告していいんじゃん、今のやつ。密告していいんじゃん、おったで。あかんやつおったで。なあ、お姉さんおったよな。音楽の話とかもういいっす。もういいよ。おったよ。な、女の子隣におった。いらっしゃいますか？言えんのか、お前は。くそ。おったで。あかんやつ、おったで。さて、作っていこう。ですね。とりあえず、標準なやつは揃えていいかな。おい、ハルコーン。この辺はまあ、作れんわな、さすがに。どうすかな。そうやな、鋼材はたくさんあるんじゃ、とりあえず補充から行こうぜ。こういうロングソード16本か、24本作って40本にしてしまおう。まずはこっからだ。バスタードソードも10本行こうか。まあ10本ぐらい用意しとけばいいでしょう、とりあえず。ナイトソード来た。やった、ナイトソード来たで。ほれ。ナイトソードとルーンソード間違えた。いやー、なんかナイトソードと思い込んだった。ルーンソードやな、これ。ちょっとびっくりしたわ。やったー、これの元の素材のやつで出てきたって思ったら違ったな。あ、バスタードソードのさらに上位互換みたいになっとる。鋼、ウーツ鋼ってやつがいるんだよ。ここで鋼が出てくるんだよ。気になるな、これ。騎士が愛用していた剣やって。名前の通りじゃん、かっけえな。ってことは、バスタードソードよりも攻撃力高いんやろな、さすがに。この属性付きのやつとどっちが高いんだろう。気になるな。これでバスタードソードが10本できて、ロングソードが30本ある。
属性付きの買うしかないでしょう。買うってか作るしか。どうすかな。石は5個買ったんやけど、それぞれ3本ずつにしとこう。9本売れたらいい方だと思うよな。売れたらやったやけど、そんなにさすがに9本も売れんと思うしな。よし、こんな感じでいこう。うん、この3本が綺麗に9本売れたらおめでとうや、本当に。何度も言うけどな。なんか気になるな、さっきのナイトソード。どんな能力なんだろう。で、あれ？鋼の槍。もうちょっと買っておいた方がいい、作っておいた方がいいような気がする。けど、鉱材が。でも、鉱材がね、鉱材が。まあ、いいや。これは一本だけのプライスです。ナイトソードは無理です。あれ？ナイトソードいける？もしかして。いけたな。やった、ナイトソード。気になるナイトソード、2本。もう、荒っぽい作り方したけど、いいんかな、これ。まあ、こんな感じか。バーストソードが8本になったけど、ナイトソードで。結構楽しみやん、明日。属性好きのやつが3本ずつだって、ナイトソードって新しい新入荷したやつが2本も出てくるんやって。お客さん楽しみですよ。ナイトソードどんなんだろう。販売額3500円って高っ。属性好きのやつよりもさらに上か。でも攻力高っ。30もある。なにこれ、目玉商品になってるじゃん。2本だけめっちゃすごいやつがあるやん。すごいな。だってさ、属性付きのやつよりも、攻撃力10にも上やん。すごいな。予想以上やん。騎士杖これを使いこなせんかったら騎士じゃないんだ。ってことは騎士が現れたら買っていくな、これ。騎士っぽいやつ来てくれのパターンやな、これ。今回はここでセーブ。さすがに今日あんだけしか売れんかったら、そりゃ黒字になるよな、これ。しかもこれから、借金の取り立て来るんだろ？そっからマイナスするんだろ？何ぼか忘れたけど。やっぱ黒字来てしま、黒字じゃないわ。赤字来てしまったな、なんて思う。うん。いや、しょうがない。鉱材の素材の管理できなかった俺が悪い。しょうがない。うん。はい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.